シンシナティはアメリカ合衆国のオハイオ州南西端に位置する都市。州都コロンバスの南西約170キロメートル、ケンタッキー州都の宗教になっているオハイオ川の下半に位置する。人口は296,943人で、コロンバスクリーブランドに次ぐ州内で第3の都市である。シンシナティに軍庁を置くハミルトン軍を中心に、 オハイオケンタッキーインディアナ3州の16軍に、またがる都市圏は213万7667人。これに2つの小都市圏を加えた、広域都市圏は219万7197人の人口を抱えている。1788年に創設され、その2年後にシ、新シティ教会から名を取って、新シシティという地名が付けられた。 19世紀前半から中盤にかけては、シンシナティは、食肉加工の中心地、オハイオ川の加工都市として発展し、1850年には、全米第6の都市へと成長した。しかし、19世紀も後半に入り、交通の主役が蒸気船から鉄道へと移ると、その連接点として高い成長を遂げるようになった、シカゴやセントルイスに追い抜かれ、シンシナティは成長しながらも、 その相対的な地位は低下した。その後も20世紀中盤までは緩やかではあるものの、成長を続け、1950年には人口50万人を超えたが、その後は減少に転じている。それでもなおシンシナティは、地域の経済、交通、教育、文化の中心地の一つであり続けている。シンシナティ都市圏には、クローガーや、ブロクターギャンブルをはじめ、 フォー高ン500に入る企業が7社本社を置いている。デルタ航空のハブ空港の一つであるとともに、DHL のスーパーハブである、シンシナティノーザンケンタッキー国際空港を空の玄関口とし、陸路においても3本の週間高速道路が交わる。ダウンタウンの北には、シンシナティ大学及びザビエル大学がキャンパスを構えている。MLB のシンシナティレッツ および NFL のシンシナティベンガルズは共にシンシナティのオハヨガシに本拠を置いている。全米でも最古の部類に入るシンシナティ交響楽団やシンシナティオペラが本拠地とする音楽堂やシンシナティ出身のウィリアム・タフト元大統領のイボ・アニの邸宅であったタフト美術館など文化都市としての歴史の長さを示す文化施設も数多く立地している。 1788年に、マシアス、デンマン、ロバート・パターソン、イスラエル・ルドローの3人の入植者によって、オハイオ川北岸のこの地に創設された。その後ジョン・フィルソンがデンマンから800エーカーの入植地の3分の1を購入し、ロサンティビルと名付けた。1790年に北西部領土のアーサー・セントクレア総督は、ジョージ・ワシントンが会長を務め、 自身も所属していたシンシナティ教会の名を取ってシンシナティと解消した。初期の移民にはドイツ系が多く、そのうちの一人でセントクレアの公認としてこの地にあったワシントントリデに入場していたデイビッド・ジーグラーが1802年にシンシナティの初代市長となった。やがて1819年3月1日にシンシナティは市として正式に法人化された。 シンシナティ園系。手前はマイアミエリー運ンが、奥はオハヨ川。初期のシンシナティは、食肉加工で特に豚肉加工の中心地として発展し、ポークポリスと呼ばれた。また、オハヨ川の加工であったシンシナティは19世紀前半から蒸気船が寄港する水上交通の拠点及び蒸気船製造の拠点として発展し、1825年に、 建設の始まったマイアミエリー運河が、その成長を促した。マイアミエリー運河は、オハイオ川の支流であるグレートマイアミ川を起点に、北進し、1827年に、北高のミドルタウンまで開通し共用開始、その後1830年にデートンまで、そして1840年には、エリー湖岸のトレドまで延伸した。加えて陸上においても、1836年に、 リトルマイアミ鉄道の建設が認可され、1846年にスプリングフィールドまで全通し、1849年にはスプリングフィールドまで開通したマットリバーレーク、エリー鉄道と接続して、エリー湖のサンダースキーワンの湖港へとつながった。1853年にはリトルマイアミ鉄道の途中駅ゼニアでコロンバスゼニア鉄道と接続して、 州都コロンバスへと至る鉄道交通も確立された。商業も早い時期から発展し、町にはオハイオ川を下ってさらに西を目指す入植者の需要に応えるようにホテルレストラン、酒場が立ち並び、1837年にはプロクターギャンブルが創立した。市のこうした急成長の最中、シンシナティの住民は市をクイーン式と呼ぶようになった。 1850年にはシンシナティは115,435人の人口を抱え、ニューヨーク、ボルチモア、ボストン、フィラデルフィア、ニューオーリンズに次ぐ全米第6の都市に成長していた。地下鉄道の経路図南北戦争前夜には、オハヨ川一本隔てた対岸は、南部の奴隷州という立地から、シンシナティは、 自由を求めてオハヨ川を渡った逃亡奴隷をさらに来たいと逃がす地下鉄道の重要な拠点、そして奴隷制廃止運動の中心地となった。ハリエット・ビーチャーストーはシンシナティに住んでいた間に逃亡奴隷に会い、その話をもとにしてアンクルトムの小屋を書き上げた。リーバイ・コフィンは1847年にインディアナ州からシンシナティに移り、ここを 奴隷制廃止活動の拠点とした。しかしそれと同時に逃亡奴隷を捕捉して南部へ送り返そうとする者や奴隷制廃止に反対の立場を取る者も,もまた多くいた。またこの時期のシンシナティの地域経済自体が奴隷州との通称に大きく支えられていた。こうした背景から19世紀中盤のシンシナティではしばしば人種絡みの暴動が起きた。 1829年には奴隷制廃止反対派が市内の黒人を攻撃し暴動となった。この決戦2 0 0人の黒人が街を離れカナダに避難した。この暴動と避難は全米で議論を呼び、1830年にフィラデルフィアで第一回黒人会議が開かれるに至った。1836年には700人の奴隷制。 廃止反対派が群れをなして黒人居住地区に攻撃を仕掛け、また奴隷制廃止派の習慣誌であるザ・フィランソロピスと、死の本社を破壊した。同種の暴動は1841年にも起きた。1850年に逃亡奴隷法が成立すると、そうした緊張はさらに高まった。南北戦争中にはシンシナティはその地理的条件から、 国軍の重要な兵団拠点としての役割を果たすと、共に、オハイオ軍管区の司令部が置かれた。また、郊外には、新兵の徴収、訓練、負傷兵の治療の拠点としてキャンプデニソンが設置された。その一方で、シンシナティは南軍にとっては、格好の標的であった。1862年9月には、南軍のヘンリー・ヒース順将が約8000の兵を率いて、 シンシナティに侵攻しようとした。しかし、北軍の少々ルーウ・ォーレスが指揮する約2万5000のオハイオ軍に加えて、デイビッド・トット州知事の号令で集結したスクワーレル・ハンターズと呼ばれた約6万の民兵が街の守りにつき、ヒースタを撤退させた。シンシナティの防衛成功により、ウォーレスは一躍この地の英雄として称えられた。 シンシナティの豚肉加工南北戦争が終わると、蒸気船に代わって、鉄道交通が目覚ましい成長を遂げたが、主要路線の多くは、東部と北西部を結ぶものであった。シンシナティ市当局は工業化の進む中西部に、南部の天然資源をもたらすのみならず、戦後復興の進む南部市場にアクセスする手段ともなる鉄道の必要性を認識し、1869年に、 シンシナティサザン鉄道を建設する法案を可決した。この鉄道は11年後の1880年に開通し、シンシナティとテネシー州チャタヌーガとが結ばれた。19世紀後半のシンシナティでは、食肉加工に加えて、製鉄、繊維、木材加工といった産業が発展した。また、1889年には、もともとは馬車であったストリートカーが電化された。 しかし、この頃になると、大陸横断鉄道の連接点となった、シカゴやセントルイスが急速な成長を遂げ、また州内でも、製鉄をはじめとする重工業都市として、クリーブランドが台頭してきたこともあり、シンシナティは、成長を続けながらもその相対的な地位を落とした。それでもなお、1900年に至るまで、シンシナティは、全米十大都市の一つに名を連ねていた。 1929年の世界恐慌の際には、シンシナティが受けた経済的打撃は、鉄道よりも安価であるという理由による、河川交通の盛り返しで総裁され、結果として、全米の他の大都市に比べると軽微なものに留まった。ファウンテンスクエア20世紀に入ると、シンシナティにも超高層ビルが建てられるようになった。1913年に完成した、ユニオンセントラルタワーは、 31階建て、高さ151メートルで、当時としては世界で5番目に高いビールであった。1931年には、カルータワーが世界恐慌の影響で建設費削減のためのデザイン変更を余儀なくされながらも完成した。新シ,シナティの人口は20世紀に入っても、中盤まで緩やかではあるものの増え続け、1950年には、 人口50万3998人でピークに達した。しかし、それ以降は、全米の特に東部、中西部の他の多くの大都市と同様に、高速道路網の発達による郊外への人口流出などの要因によって、シンシナティの人口は減少に転じた。1970年代以降シンシナティはダウンタウンを活性化する試みを行ってきた。 1971年には、天候や路上の交通渋滞を気にせずに、ダウンタウン内を行き来できるよう、ダウンタウンの中心、ファウンテンスクエアと、その3ブロック西のコンベンションセンターとを結ぶ、スカイウォークが設置された。このスカイウォークは1970から80年代にかけて、立て続けに延伸され、1997年に、全長2 1トルが完成した。 しかし2000年代に入ると、スカイウォークの存在によって、地上を追い聞き来する歩行者が減り、ダウンタウンの活性化の妨げになっているという指摘がなされるようになり、経路途中のビルや施設の取り壊しや改修も、相まって、スカイウォークの一部が取り壊されていき、途切れるようになった。2003年には、ダウンタウンやその北に隣接する、 オーバーザライン地区の再生をミッションとするシンシュナティ都心開発公社が設立された。シンシュナティは北緯39度6分6秒成形84度30分45秒に位置している。州都コロンバスからは南西へ約1 7 0トルインディアナポリスからは南東へ約1 8 0トル、シカゴからは南東へ約ロメートルに位置する。市は ケンタッキー州との宗教になっているオハイオ側に面しており、インディアナ州との宗教からは東へ約3 5トルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、シンシナティ市は総面積206.01平方キロメートルである。そのうち201.86平方キロメートルが陸地で4.14平方キロメートルが水域である。 総面積の2.01%が水域となっている。都市圏はハミルトン郡を中心に、オハイオ州南西部、ケンタッキー州北部、インディアナ州南東部の16郡にまたがり、その面積は11,794平方キロメートルである。オハイオ州における地形区分オハイオ州南西端、オハイオ川中流域の北岸に位置するシンシナティは、 アメリカ合衆国における地域区分では中西部とされるが地形区分的にはアップランドサウスの北縁とみなされケンタッキー州北部と同様にブルーグラス地域に含められるこの地域は石灰岩性の地質でなだらかな丘が連なりオハイオ川をはじめとする河川が深さ120から150メートルに及ぶ谷を刻んでいるシンシナティは中心部こそ オハイオ川が形成した盆地上の谷間に広がっており、平坦であるものの、周焉の住宅地は、丘陵地帯へと広がっており、起伏に富んでいる。また中心部のすぐ東側のマウントアダムズ地区などでは、丘陵が、オハイオ菓子のかなり近くまで迫っており、オハイオ川を見下ろす高台という立地になっている。市中心部の標高は168メートルであるが、周焉部の標高は、 おおむね200から280メートル程度である。こうした地形のため、市内の丘の斜面には400カ所もの市営の歩道階段があり、実用の他にジョギングやハイキングにも使われている。また、19世紀後半から20世紀中盤にかけては、シンシナティには5本のインクラインが運行されていた。シンシナティの気候は、中西部としては温暖な部類に入り、夏は、 南部同様に暑く湿気が多いものの、同緯度の東海岸諸都市と比べると、冬の寒さが厳しい内陸性の気候である。最も暖かい7月の平均気温は24度、日中の最高気温の平均は30度に達する。最も寒い1月の平均気温は氷点下0.5度、最低気温の平均は氷点下5度まで下がる。 一年を通じて平均的に降水があり、降水量は月間約70から110ミリメートル、年間約1060ミ、mm、リメートルである。また、州北部、エリー湖岸のクリーブランド等と比べるとかなり少ないものの、冬季には降雪も見られる。12月から3月までの降雪量は月間5から12センチメートル程度、一冬では約37.5センチメートルである。 ケッペンの気候区分では、シンシナティは温暖湿潤気候に属する。ファウンテンスクエアシンシナティの街路はダウンタウンでこそ、比較的整然と区画されているものの、周辺部では、起伏に富んだ地形のために入り組んでいる。東西に通る通りは、バインストリートを境に E と W に分かれている。一方、南北に通る通りには、南と北の区別はない。東西に通る通りには、 数字のついた通りがいくつかあり、オハイオ側から離れるほど数字が大きくなる。ダウンタウンの中心となっているのは、バインストリート、フィフスストリート、フィフスサードセンター、およびフィフスサードタワーに囲まれた、ファウンテンスクエアという広場である。この広場は、1871年に、肉屋の跡地に作られたもので、2005年に、ダウンタウン再開発の一環として、 3CDC によって大規模な改修が行われた。その名が示す通り、ファウンテンスクエアの中央には、タイラー・デビッドソン・ファウンテンという噴水が設けられている。この噴水の池は、緑色の見陰石像で、ツー・ザ・ピープル・オブ・シンシナティと掘られている。ジーニアス・オブ・ウォーターと名付けられている。この噴水の中央に立つ、両腕を広げた女神の銅像は、ミュンヘンの彫刻家。 フェルディナンド・フライハー・フォン、ミラーの手によるものである。また、陶器には、タイラー・デビッドソン・ファウンテンの前にスケートリンクが、設けられる。新シ品シィで最も高い建物は、ダウンタウンの南東端、シカモア・ストリートとサード・ストリートの北東角に立つ、41階建て、高さ203メートルのグレート、アメリカンタワーアット、クイーンシティ・スクエアである。 2011年に完成したこの超高層ビルは大畑千裏の息子で日系アメリカ人建築家の行畑が設計したものでダイアナのティアラから着想を得た死の愛称であるクイーンシティにもちなんだティアラが屋上にかぶせられていることが特徴であるこのティアラは鋼鉄の管でできており高さ40メートル重さは400トンであるこのグレート アメリカンタワーアット、クイーンシティスクエアに次いで、高いビルが、ファウンテンスクエアの南西に隣接するブロックに立ち、シンシナティのシンボルともなっている、49階建て、高さ175メートルの下流タワーである。当時流行のアールデコ様式で建てられた、このビルは、グレート、アメリカンタワーアット、クイーンシティスクエアが完成するまで80年にわたって、シンシナティで最も高いビルであった。 カリュタワーは1982年に国家歴史登録財に、また1994年には国定歴史建造物にそれぞれ登録された。ダウンタウンの北に隣接するオーバーザライン地区はシンシナティ最古、かつ最大の歴史地区で、1842年にカトリックのシンシナティ大使教区内の教区教会の一つである。 オールドセントメアリーズ協会が建てられて、以来の歴史を持っている。362.5エーカーの地区内には、ギリシアリバイバル、イタリアネート、クイーン・アンなどの建築様式の歴史的建築物、約1100棟が残されている。オーバー・ザ・ライン地区は、1983年に、地区全体が国家歴史登録財に登録された。シンシナティ視聴者シンシナティは、 シティマネージャー性をとっている。シティマネージャーは、市の行政実務の最高責任者であり、約6300人の職員を抱える、市政府の長である。市の立法機関である、市議会は9人の議員からなっており、その任期は4年で、連続2000までに制限されている。市長は、市の公式な長であり、様々な場で市の代表としての役割を果たす。市議会においては、 市長は、その全会議に出席し、かつ特別会議を招集することもできるが、投票権は有さず、拒否権を有している。また、市長は、市議員の中から、副市長や市議会議長を任命する。市長は、シティマネージャーの任命権限も有しているが、任命した、シティマネージャー候補者が実際に選出されるためには、過半数にあたる5人の市議員の賛成を得る必要がある。 市議会議員は全市からの投票で上位9人が選出される。市長は市議会議員とは別に全市からの投票で選出される。新シシナティの市政選挙が現在の形になるまでには右与曲折があった。1924年までは新シシナティ市議会は選挙区制が取られていた。しかし、1880年代から1920年代に、 かけて、共和党のマシーンで、地元政界のボスであったジョージ・ビー・コックスのもと、市議会は、選挙区制によって、共和党一党で占められ、腐敗の温床になっていた。そこで1924年に、別の共和党インマレーシーズングッドが中心となって、市政改革が行われ、選挙区を廃止して、全市からの投票に移行するとともに、シティマネージャー制を導入した。 1924年から1957年までは市議員は比例代表制で選出されていたが、1957年からは上位9候補が選出される方式に改められた。この当時市長は市議会によって選出されていたが、1987年にトップ当選者が自動的に市長に選出されるように改められ、その後1999年に 市議員とは別に選出されるように改められた。新シ品シ地区ごとの凶悪犯罪件数の割合新シ品シィ消防局は1853年全米で初めて創設された万学支給の職業消防局である。同局は市内26カ所に自然域をカバーできるように消防署を配置し、消火、救急隊、二次救命処置、放火捜査、防火、 および危険物事故処理を行っている。シンシナティ市警察は約1000人の警察官及び125人の分官を抱えており、巡回、捜査及びサポートの3部隊に分かれている。シンシナティの犯罪件数は2001年の暴動で、急増した後、年を減るごとに減少傾向にはあるものの、治安は良い方であるとは言えない。C 級プレス社参加。 モーガンクイット脳による調査では、シンシナティはたびたび、全米の危険な都市ワースト25に入る。同社の2013年の調査では、シンシナティは、全米で20番目に危険な都市であると報じられた。殺人の発生率が高く、人口10万人あたりの年間発生件数は20件、前後で推移している。前述のモーガンクイット脳の調査の元となった。 連邦捜査局の2011年のデータでは人口10万人あたりに10.5件で全米平均の4倍を超える高い値である。州内の他の主要都市と比べるとシンシナティの治安はクリーブランドよりはかなり良くコロンバスよりは悪い。しかし全米の多くの都市同様に犯罪件数の多い地域は限られている。シンシナティではダウンタウン。 およびその北西に位置するイーストウェストウッド、サウスフェアマウント、ノースフェアマウント、イングリッシュウッズの各地区が犯罪多発地区となっており、これら5地区だけで全市の3割を占めている。このうちダウンタウンを除いた市中西部の4地区に共通しているのは低所得者層向けのセクション8と呼ばれる集合住宅が立ち並ぶなど住民の所得水準が低いことである。 2000年代中盤までは、オーバーザライン地区は麻薬絡みの暴力犯罪が頻発する全市最悪の犯罪手発地区であったが、その後は市警察と 3CDC 共同の再開発の成功により、同地区における犯罪は激減した。プロクターギャンブル本社シンシナティ市内には、アメリカ合衆国内34州に2600店舗以上を有する、 世界最大のスーパーマーケットチェーンであるクローガーや世界180カ国以上で製品を販売する一般消費財製造商社であるプロクターギャンブルをはじめフォーチュン500に入る企業が5社本社を置いている。また、オハイオ州を代表する銀行の一つであるフィフスサイド銀行はファウンテンスクエアの隣に本社ビルを構えている。また、シンシナティには クリーブランド連邦準備銀行の支店も置かれている。加えて、ケンタッキー州側のコビントンには、石油化学をはじめとする総合化学グループのアジュランド、が、またハイランドハイツには、電気、通信ケーブルの製造を行うゼネラルケーブルが、それぞれ本社を置いている。また、新シシナティノーザンケンタッキー国際空港にほど近い、アーランガーには、トヨタ自動車の在米市会社である。 トヨタモーターエンジニアリングマニュファクチャリング、ノースアメリカが本社を置いている。シンシナティの玄関口となる商業空港はダウンタウンの南西約 15km、ケンタッキー州ヘブロン CDP に立地するシンシナティノーザンケンタッキー国際空港である。この空港はデルタ航空のハブ空港の一つで、同社の直行便がパリのシャルルド・ゴール空港を含め、 国内外40都市に就航しているほか、アメリカン航空及び、ユナイテッド航空もそれぞれ、ハブ空港からの便を発着させている。加えて、同空港は DHL が世界でわずか3港だけ、置いている、スーパーハブのうちの1港であり、旅客のみならず、航空貨物においても、重要度の高い空港となっている。シンシナティ・ユニオン・ターミナルシンシナティ・ユニオン・ターミナルは、 ダウンタウンの北西に立地している。このアールデコ様式の駅舎は1933年に建てられたもので、1972年には国家歴史登録財に指定された。この駅には、かつてはボルチモアドハイオ鉄道、ニューヨークセントラル鉄道、及びペンシルバニア鉄道が乗り入れ、最盛期には1日に100本以上の列車が発着していたが、 1950年代から1960年代にかけての鉄道交通の衰退の後、1972年に使われなくなった。その後、駅は1990年に改修されて復活し、現在はニューヨークとシカゴを南回りで結ぶアムトラックの夜行長距離列車カーディナル号が3両、東0とも週3便ずつ停車する。グレーハウンドのバスターミナルは、 ダウンタウンの北東にあり、コロンバス、クリーブランド方面、ルイビル・ナッシュビル方面、インディアナポリス・シカゴ方面、デートントレド・デトロイト方面、レキシントン・ノックスビール方面と、多くの方面への長距離バスが発着する。シンシナティにおける公共交通はもっぱら路線バスによってまかなわれている。南西オハイオ地域交通局の路線バス網である、メトロは、普通30系統。 急行19系統を有し、主に新シシティ市内及びハミルトン郡内をカバーしている。ケンタッキー州側では、北部ケンタッキー交通局がコビントンを中心に、普通12系統、急行15系統の路線バス網を運営している。また、ハミルトン郡の東隣、クラーモント郡のクラーモント交通コネクションの急行バス2系統も、新シシティのダウンタウンへと通じている。 また、ダウンタウン及びオーバーザライン地区では、2016年9月の営業運転開始を目指して、全長5 8トルのストリートカーの建設が進められている。シンシナティの高速道路もシンシナティでは、I-71、I-74、及び I-75 の3本の週間高速道路が交わる。I-71 は、 ルイビルとクリーブランドを結ぶ高速道路で、週間高速道路としては短いものの、オハイオ州内においては、シンシナティからコロンバス、クリーブランドへと、州の三大都市を結ぶ、最も重要な道路である。I-74 は、シンシナティを南抜き点、終点とし、インディアナポリスやイリノイ州アーバナシャンペーンを経由して、アイオワ州東部のダベンポートへと至る高速道路である。 I-75 は、ミシガン州とフロリダ州を結ぶ南北の幹線の一つで、オハイオ州内では、シンシナティ、デートン、トレドと中西部の主要都市を結んでいる。I-75 の支線である I-275 は、シンシナティ都市圏の環状線で、シンシナティ農ケンタッキー国際空港へのアクセス道路にもなっている。 I-71 の支線である I-471 はダウンタウンから南東への放射線となっており、ハイランドハイツで I-275 に合流する。また、四北東部には I-75 と I-71 をつなぐノーウッドラテラルエクスプレスウェイが北港には I-275 I-75 I-71 をつなぐロナルド・レーガン・クロスカウンティ・ハイウェイがそれぞれ通っており、シンシナティの高速道路網の一部を成している。シンシナティ大学シンシナティ大学はダウンタウンの北約 4km、クリフトンハイツ、ユニバーシティ・ハイツ、フェアビュー地区に194エーカーのアップタウンキャンパスを構えている。 同学は1819年に創立したシンシナティカレッジ及びシンシナティ学校を前身とする私立大学として創立した大学で1977年に州に完全移管されオハイオ大学システムに組み入れられた。同学は11学部を有し、学部生約32,500人、大学院生約1万1000人を抱え、 学部及び大学院修士課程に100以上、博士課程に70以上の専攻プログラムを提供している。同学は、コープ教育発祥の大学であり、2014年においても、全米4位という評価を得ている。このほか同学は、薬学や医学においても、全米50位以内に入る高い評価を得ている。US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングでは、同学は、 全米の総合大学の中で150位内に入る評価を受けている。また、同学のスポーツチーム、ベアキャッツは、NCWA ディビジョン I のアメリカンアスレチックカンファレンスに所属しており、男子8種目、女子9種目で競っている。ザビエル大学、ザビエル大学は、ダウンタウンの北東約8キロメートル、農政エーボンデール地区に190エーカーのキャンパスを構える。 同学は1831年に創立した公明にフランシスコ・ザビエルの名を冠することからもわかるようにカトリックのイエズス会系の私立大学で日本のイエズス会系私立大学である上智大学と交換留学提携を結んでいる。同学は教養学部を中心に経営学部と社会、保健、教育学部の3学部を有し90の 専攻プログラムと55の副先行プログラムを提供しており、学生対教授の日は12、1という少人数制の教育を行っている。同学は学部に約4500人、大学院に約2000人の学生を抱えている。US ニューズワールドレポート誌の大学ランキングでは、同学は中西部の地方区の大学の中で10位以内に入る評価を受けている。また、 同学のスポーツチーム、マスケッティアーズは、NCWA ディビジョン I のビッグイーストカンファレンスに、所属しており、男子8種目、女子8種目で競っている。特に男子バスケットボールにおいては、同学と前日のシンシナティ大学とは、クロスタウン、シュートアウトと呼ばれるライバル関係を築いている。この他、北高のオックスフォードには、US ニューズワールドレポート誌において、 全米で100位以内に入る評価を受けている、中規模州立総合大学のマイアミ大学が、また、ケンタッキー州側のハイランドハイツには、同州立の北ケンタッキー大学が、それぞれキャンパスを置いている。シンシナティ・ハミルトン郡公立図書館本館、シンシナティにおける K12 課ほどは主に、シンシナティ公立学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。 同学区は小学校39校、中高一貫校12校、小中高一貫校4校を有し、約3万3千人の児童、生徒を抱えている。また、カトリックのシンシナティ大司教区は、シンシナティ市内に10校の高校を有している。ハミルトン軍全体では、約1、4の児童、生徒が、私立の学校に通っており、これは全米の人口上位100軍の中で、 ミズーリ州セントルイス郡に次いで高い割合である。その一方で、公立学校に児童、生徒を通わせている家庭は貧しいことが多く、CBS 管轄下では貧困家庭の児童、生徒が全体の7割以上を占める。またさらにその一方で、周辺部や郊外には、CBS とは別の学区に属する優れた公立学校も多く、 より良い教育環境を求めて都心部から周辺部や郊外への人口流出を招く一員ともなっている。シンシナティの図書館システムはその蔵書数の多さにおいて全米でも有数である。シンシナティハミルトン郡公立図書館は約882万冊の蔵書数を誇り、公立図書館システムとしてはボストン公立図書館、ニューヨーク公立図書館に次いで全米第3位である。 加えて、シンシナティ大学は約438万冊を所蔵しており、オハイオ州の大学としては、オハイオ州立大学に次ぐ、蔵書数を誇っている。シンシナティ美術館シンシナティ美術館は、ダウンタウンの東に隣接する丘の上、マウント・アダムズ地区に立地している。同館は、1876年のフィラデルフィア、万国博覧会成功を受けて、 新シシティに設立された女性美術館協会が1881年に設立し、1886年に開館したものである。同館のコレクションは古代エジプトギリシアローマから現代美術に至るまで6000年に及び、地域的にもヨーロッパのみならず、中近東、極東、アフリカ、南北アメリカをカバーし、ジャンルも絵画、彫,画彫刻、工芸、写真、 織物と多岐にわたるもので、その数は6万5千点を超える。タフト美術館ダウンタウンの東端、I-71 と I-471 のジャンクションの三角形内には、タフト美術館が立地している。このパラディアン建築様式の建物は、もともとは1820年に、新品基市長も務めた実業家、マーティン・バウムの邸宅として建てられたものであった。 1873年から1929年にかけては、第27代大統領ウィリアム・タフトのイボアニで、オハイオ州選出の会員議員であった、チャールズ・フェルプス・タフトとその妻アナが住んでいた。ウィリアムは1908年にこの邸宅のポリチコで、大統領選挙出馬を受諾した。その後、1929年に、夫妻の収集した絵画を一般市民に公開したのが、 始まりとなって、夫妻の死後、1932年にタフト美術館として開館した。同館は、ヨーロッパの古絵画や19世紀のアメリカ合衆国の絵画のほか、中国の陶磁器やフランスリモージュの放浪、17から19世紀の時計などを収蔵している。また、建物は1973年に国家歴史登録財に、また1976年には、 国定歴史兼好物にそれぞれ登録された。このほシ新シティに立地する著名な博物館、美術館としては、新シシティ美術館の近現代美術コーナーから始まって、1964年に独立し、ダウンタウンに開館した現代美術センターや、2004年に開館し、地下鉄道の活動に関する事物の展示を通じて、自由や人権の大切さを伝える。 国立地下鉄道自由センターが挙げられる。また、シンシナティユニオンターミナル内には、シンシナティミュージアムセンターとして、シンシナティ歴史博物館、自然史博物館、デュークエナジー子供博物館、および、オムニマックス劇場が併設されている。また、オハイオ川の対岸、北ケンタッキーのニューポートに立地する、ニューポート水族館では、IUCN により気球種に指定されている。 シノノメサカタザメの飼育、繁殖が行われている。シンシナティ音楽堂ダウンタウンの北、オーバーザライン地区には、シンシナティ音楽堂が立地している。この音楽堂は1895年に設立された、全米でも5番目に長い歴史を持つ、シンシナティ交響楽団をはじめ、シンシナティ交響楽団から1977年に、独立した、シンシナティポ。 ップスオーケストラ、1920年設立のニューヨークのメトロポリタンオペラに次いで長い歴史を誇るシンシナティオペラ及びシンシナティバレエが本拠地としている。また、毎年5月には1873年から続く合唱祭であるシンシナティ5月祭がこの音楽堂で開かれる。加えて、この音楽堂ではクラシック音楽のみならず、ポップ、ロック、ジャズ、 ブルースなどの公演も行われており、これまでにフランク・シュナトラ、マイルス・デービス、ブルース・スプリングスティーン、プリンス、エルトン・ジョン、ジャニス・ジョプリン、B.B. キング、デュラン・デュラン、エリック・クラプトンらがここで公演を行ってきた。この音楽堂のベネチアンゴシック建築様式の建物は1878年に建てられたもので、1970年に国家歴史登録材に、 また1974年には国定歴史建造物にそれぞれ登録された。シンシナティには MLB、NFL、NBA、NHL の北米4大プロスポーツリーグのうち MLB と NFL の2つのリーグがチームを置いている。グレート、アメリカンボールパーク野球のレッツは1869年に 野球史上初のプロ球団となった新シシナティレットストッキングスを起源とするチームである。レッツはこれまでに1919 19年、1940年、1975年、1976年、1990年の5度、ワールドシリーズを制覇している。1970年代には、名称スパーキー、アンダーソンの下、ジョニー・ベンチ、ピート・ローズ、ジョー・モー・ガン、 トニー・ペレス、デーブ・コンセプシオン、ジョージ・フォスター、ケン・グリフィ、シーザー・ジェロニ・モラを用した黄金期でビッグネットマシンと呼ばれた。1970から76年の7年間で、レッツは地区優勝5度、リーグ優勝4度、そしてワールドシリーズ連覇を成し遂げ、その間に1シーズン平均98勝を挙げた。1985年9月11日には、 選手兼任監督となっていたローズが当時本拠地であったリバーフロントスタジアムでのサンディエゴパドレス戦で通算4192本目のヒットを放ち MLB の通算最多安打記録を塗り替えた。レッツはナショナルリーグ中地区に所属しており2003年に会場したダウンタウンのオハイオガ市に立地するグレートアメリカンボールパークを本拠地としている。 ポール・ブラウン・スタジアム・フットボールのベンガルズは、クリーブランド・ブラウンズの初代コーチであった、ポール・ブラウンが設立し、1968年に AFL のエクスパンションでできたチームである。AFL が NFL に合流した後、ベンガルズは1981年と1988年の二度カンファレンスを制し、第16回と第23回のスーパーボールに出場しているものの、 いずれもサンフランシスコフォーナイナーズに敗れており、スーパーボールでの優勝経験はない。ベンガルズは AFC 北地区に所属しており、2000年に開場したブラウンの名を冠するポール・ブラウン・スタジアムを本拠地としている。なお、ポール・ブラウン・スタジアムの完成以前には、ベンガルズはレッツと同じリバーフロント・スタジアムを本拠地としていた。このか、シンシナティには、 アイスホッケーのサンブリーグである、イクルのシンシナティサイクロンズが本拠を置いている。サイクロンズは2008年と2010年の2度、イクルの決勝戦である、ケリーカップを制している。サイクロンズは、上位にあるあるのミルウォーキー・アドミラルズ及び、サンアントニオ・ランページと、そしてそのさらに上位にある NHL のナッシュビル、プレデターズ及びフロリダ・パンサーズと、それぞれ提携している。 サイクロンズはグレートアメリカンボールパークの隣に立つ屋内競技場 US バンクアリーナを本拠地としている。またシンシナティでは1899年から男女プロテニスのシンシナティマスターズが開かれてきた地でもある。この大会は男子ではマスターズ戦のまた女子ではプレミア後のそれぞれ一角をなすものとなっている。 1979年からは、この大会は、北東高のメイソンで開催されている。エデンパークマウントアダムズ地区の北部には、エデンパークが広がっている。186エーカーの園内には前述の、シンシナティ美術館のほか、トニー賞の地方劇場賞を受賞した、シンシナティプレイハウス・イン・ザ・パークや、野外劇場である、シーズングッド・パビリオン、アールデコ調のクローン・音室が立地している。 道園の生誕に立つエルシノア,アーチと呼ばれる給水塔はハムレットの舞台となったエルシノア城をモチーフとして1883年に建てられたもので1980年に国家歴史登録財に登録された。また道園北東部の人造湖ツインレイクスのほとりには新シ,シナティの姉妹都市の一つである。 岐阜市から送られた同志を流れる長良川での伝統漁法である鵜飼の鵜匠の像が立っている。シンシナティ大学の北、エーボンデール地区には、シンシナティ動物園が立地している。この動物園は1875年に開園した、アメリカ合衆国内では2番目に長い歴史を持っている動物園である。動園最古の施設である、爬虫類の家をはじめとするいくつかの施設は、 シンシナティ動物園歴史建造物として、1987年に国家歴史登録財及び国定歴史建造物に登録された。その施設の一つである鳥類舎では、絶滅した旅行場と及びカロライナインコのそれぞれ最後の一羽が飼育されていた。現在では、動園は500種以上の動物及び3000種以上の植物を飼育、栽培、展示している。 ダウンタウンから北東へ3 5キロメートル、メイソンには、シンシナティ都市圏切手の遊園地である、キングスアイランドが立地している。同園は15種のローラーコースターをはじめとする100種以上のアトラクションを有し、夏季には33エーカーの水上公園も営業する。オイスタークラッカーを乗せた4ウェイチリシンシナティを代表する料理といえば、シンシナティチリである。 シナモンやクローブで味付けされたこの独特のチリは1922年にマケドニア系移民のトムアタナス・キラジェフが考案したものである。柔らかめに茹でたスパゲッティにチリをかけただけのものを2ウェイ、そこに千切りにしたチェダーチーズをかけたものを3ウェイ、そこにみじん切りにした玉ねぎ、もしくはチリビーンを入れたものを4ウェイ、その両方を入れたものを5ウェイという。 オイスタークラッカーと呼ばれる小型のクラッカーが添えられることもある。また、この地理をスパゲッティの代わりにホットドッグにかけたものをコニーという。一方、初期のシンシナティではドイツ系移民が多く流入したことから、この地の食文化はドイツ料理の影響をも受けている。シンシナティ市内には特にバイエルン料理を出すレストランが数多く立地する。 また、シンシナティ都市圏では、ゲッターという豚ひき肉と大つむぎを原料とし、塩、胡椒に加えて、ローリエ、ローズマリー、およびタイムといったハーブで味付けされた、ドイツ系移民由来のソーセージが朝食としてよく、食されている。また、シンシナティのオクトーバーフェストは、本場ミュン編ン以外では、最大級のもので、会期中には60万人以上が来場する。 シンシナティは、地理的には、北部アメリカ英語と中部アメリカ英語がそれぞれ話されている地域の境界線上にあたる。その一方で、中西部の他地域とは異なり、シンシナティを含むオハイオ州南西部で話されている英語の母音は、ニュージャージー州北部の英語の影響を受けているが、若い世代では徐々にその傾向が薄まっている。また、 シンシナティの英語はケンタッキー州で見られる南部アメリカ英語の影響も受けている。そしてシンシナティにおけるドイツ系移民の影響は方言にも現れている。例えば同じことを再度繰り返して言ってもらうことを頼むときには標準英語では I beg your pardon? と尋ねるがシンシナティの一部の住民は Please? と尋ねる。 これはドイツ語のービッテの短縮形であるビッテに由来するものである。この傾向は特に市西部の住民によく見られる。シンシナティの都市圏および広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。以下にシンシナティ市における1800年から2010年までの人口推移を表及びグラフで示す。岐阜市からシンシナティに送られた武将の像シンシナティは 以下旧都市と姉妹都市提携を結んでいる全米国際姉妹都市協会加盟都市。ありがとうございます。